こんにちは、ティーチングプロの石井亮介です。今回はゴルフゾーンから発売されましたゴルフ弾道測定システム、ゴルフゾーンウェーブについてご説明していきたいと思います。ゴルフゾーンといえばゴルフシミュレーションシステムで高い評価を得ているメーカーですが、そこで培った高い開発力と再現性をベースに、より本格的なデータ解析を交えた練習を個人でも行えるように開発されたのがゴルフゾーンウェーブです。ゴルフゾーンウェーブはショットデータを測定するウェーブレーダーとパッドデータを測定するウェーブパッドという、この2つの弾道測定器が26種類のショットデータ、8種のパッドデータ、合計34種のデータを測定し、あなたのスイングをあらゆる角度から分析します。まずメインとなるのはこちらのウェーブレーダーです。ウェーブレーダーはレーダーで弾道を追跡、そこで得られたデータを最新技術で解析するショット解析システムです。ハイエンドの弾道測定器でしか正確な解析は難しいとされるフェイストゥーパスやアタックアングル、ランディングアングルなど、より自分のゴルフを知るための緻密なデータ分析が可能になっています。また様々分析モードがあり、ダッシュボードでは1球ごとに測定される26種類のデータ一覧、テーブルではその日打ったショットの平均値が番手ごとに確認できます。ウェーブレーダーを使うためにはお手持ちのスマート端末に専用アプリウェーブスキルズをインストールしてください。アップストア、Google プレイ、それぞれのストアでゴルフゾーンウェーブと検索してウェーブスキルズをダウンロード。インストールが完了したらウェーブレーダー、ウェーブパッドの順で本体の電源を入れてください。するとお手持ちの端末の Wi-Fi 設定に本体裏に記載されたウェーブ SSID が表示されます。その SSID を選択して共通パスワードであるウェーブ1234を入力してください。これで本体との接続は完了です。アプリと本体を接続できたら本体のセットアップです。まずは狙いたい目標を決めてください。そしてその目標とボールを結んだ延長線上後方 2.5 メートルの位置に本体をセットしましょう。大人の歩幅で2歩半ぐらいの距離が目安となります。大まかな場所が決まれば細かなアライメントの調整です。ウェーブスキルズを立ち上げて画面右上にある目のマークのアイコンをタップするとアライメント調整画面が立ち上がります。画面に引かれた縦線と横線が交わる位置に赤い丸があります。その赤丸の中にボールが収まるように本体の角度を変えて調整してください。ティルトとロールにチェックが入ればセットアップは完了です。このウェーブレーダーでは26種類のショットデータが分析できます。クラブごとに特に見ておきたいというデータがあります。まずはドライバーから打ってみましょう。それではデータを見ていきましょう。左からトータルディスタンス、次がキャリーですね、ボールスピード、クラブスピード、ラウンジアングル、ラウンジダイレクションと、まあ、数字がこういろいろと並んでるんですけれど、まあ、皆さんやっぱり左側のトータルディスタンス、そしてキャリーという数字をまず、ご覧になるのかなというふうに思います。それでは細かくデータを見ていきたいと思います。このボタンを押してダッシュボード、フェースの向きとか細かいデータがより表示されてますけれど、このビジュアルを消すこともできて、そうするとより多くのデータを表示することができます。実際これで自分のクラブがフェースがまっすぐ向いてるとか閉じてるとか開いてるって数字は、このフェースアングルであったりクラブパスなんていう数字をぜひ見てみてください。これがもちろん0に近ければフェースの向きまたはクラブの軌道がこのセットアップしたまっすぐに近いところを向いているってことになります。そしてまた僕は飛距離をドライバーの場合には遠くに飛ばしたいので、その時にバックスピン、スピン量が多すぎても良くないですけれど、また少なすぎても良くないので、適正なスピン量を目指して練習をしています。このバックスピンの適正値に関して言うと、クラブを振る速さによっても変わってくるので、これはちょっと勉強しなければいけないかもしれないですけれど、バックスピン量、そして
クラブの打ち出しラウンチアングルですね、打ち出しとボール初速とバックスピン、この3つというのが飛距離の3要素と言われていますので、ぜひこの数字はチェックしてみてください。ボール初速、打ち出し角度、バックスピン量は飛びの3要素と呼ばれるデータです。ドライバーの飛距離を伸ばしたい方はぜひ注目してください。続いてアイアンでも打っていきたいと思います。今7番アイアンで何球か打ってみました。で今こちらのデータになります。キャリーで166ヤード、おおよそ僕の7番アイアン今平均165前後で見ているので、まあまあそれに近い数字です。で今一発こう軽いドローボールなんですけれど、何発も打った平均の着弾がこんな感じでまとまっています。例えばこれが人によってはすごい左右にばらついてしまったりとか、番手によってまあ左に行きやすい番手、右に行きやすい番手というのもきっとあると思うので、まあ、これが同じところに集まるように集まるようにっていう練習することで、コースに行った時にアイアンの正確性が高くなるということを、まあこの機械を使って実証することができるのかなと思うので、ぜひそのあたりの数字も見てみてください。そして今何発も打ったデータの平均値というものも今出てきます。今キャリーの平均が、まあ、当たったもの当たらないものありましたけれど、158.5ヤード、トータルで 166.9 ヤードなんていうふうに平均の数値を見ることもできます。アイアンの数値を見るときに、まあ、僕が注目をしていただきたいのはこのまずキャリーという数字ですね。実際に、まあ、ゴルフ場でターゲットを狙っていくときに自分のアイアンがどれぐらいのキャリーで飛ばすことができるのか、やはりこれが分かっていないと、もしそのグリーンの手前にバンカーとか池とかあった場合に、まあ、それが分からずにトータルの距離だけで考えているとついつい手前のハザードにはまってしまうなんてことがあると思います。そしてもう一つ、このランディングアングル、まあ、地面に落ちるボールの角度なんですけれど、この角度がおおよそ一般的なゴルフ場のグリーンであれば40度、おおむね40度を超えていればグリーン上に落ちた時にボールが、まあ、グリーンの上で止まっている可能性が高いと思ってください。この角度がもし40度を切ってしまった時には、もしボールがグリーンに着弾しても止まらないで奥に転がって出てしまうなんていうことが多いんじゃないかなと思います。続いて9番アイアンでも打ってみたいと思います。今3球打ってみましたので、このデータも見ていきたいと思います。同じようにほとんど同じところに集まってますね。我ながらいい感じで集まっていると思います。そして、まあ、こちらも先ほど同じようなデータですけれど、まあ、平均値を見たいので、平均はこちらかな。キャリーの平均が142ヤード、まあ、だいたい僕9番アイアンで140ヤード前後打ちますので、まあ、同じような数字になっていると思います。でやっぱりアイアンっていうのは距離を打ち分けていくクラブなので、まあ、いつも安定的に同じぐらいの距離が打てるってことが重要だと思うので、練習場でむやみやたらにこう球数をね、何十球も何百発も打つよりも、こういったデータを解析分析しながら練習をすることで、よりこう練習が実のあるものに効果的になると思いますので、ぜひ皆さんこういった弾道測定器のデータを活用してほしいと思います。何球も打つことでどんどん明確になる自分のキャリーとトータルの平均、そしてグリーンをキャッチするために必要な落下角度、このすべてのデータを番手ごとに正確に把握することができれば、あなたのコース戦略はより緻密なものになるでしょう。それではウェーブパッドの説明をしていきたいと思います。ウェーブパッドの使い方は簡単、電源を入れるだけ。 Bluetooth でウェーブレーダーとウェーブパッドが自動に接続されます。ボール配置ポイントにボールを置いてパターを打つと、詳細なパッティングデータを計測してくれます。それでは早速パッティングを測定していきたいと思います。距離は5メートルということなので、なんとなくイメージをちゃんとして、さて画面をご覧いただきたいと思うんですけれど、まあ、今一
応5メートルという想定だったんですが、ごめんなさい、6.8 メートル、ちょっと大幅に打ってます。まあ、クラブのスピード、ボールのスピード、まあ、いろんなデータが取れるんですけれど、僕がこういったパッティングの、まあ、測定器で見ているのは、まあ、フェース面がどこ向いてるか、自分ではまっすぐ打ってるつもりなんですけれど、どうやら 0.5 度右を向いているなんていうデータも、まあ、こういった機械を使わなければなかなかわからないですけれど、今この画面、テイクバックと、まあ、パターをこう今度打った方のフォワードっていうふうに表示されてますけれど、その速度が出ています。テイクバックの速度とほぼほぼ同じということで、今僕テンポが 1.0 というふうになっていますけれど、まあ、これがいいか悪いかではなくて、まあ、僕の場合には今テイクバックからまあフォローにかけての速度がほぼほぼ同じぐらいの速度だった。実際にこれをまあ何発もこう打ちながら、ボールのスピードだったりとかクラブスピード、そういったものをこう安定して揃えていくことができると、まあ、同じぐらいの距離を打つことができると思うので、自分が5メートル、例えば3メートル、まあ、距離を決めてパッティングした時に、そのクラブスピードなりボールスピードが安定していくように練習すると、パッティングの距離というのも安定するんじゃないかなというふうに思います。画面の右にあるパターマークをタップすることで、ピンまでの距離、グリーンの速さなども変更できるので、距離感を作る練習などに役立ててください。さらにゴルフゾーンウェーブではラウンドシミュレーションも楽しめます。ゴルフゾーンビジョンウェーブのソフトウェアをパソコンにインストールして接続すれば、無料で3コース、有料クーポンを購入すれば100コース以上、国内外の名門コースでのラウンドが可能になります。また複数対戦や通信対戦もできるので、家族や友人、遠方にいるゴルフ仲間ともラウンドを楽しむことができます。皆さんどうでしたか？コンパクトで持ち運びが便利、屋内でも屋外でも高度な弾道分析が行え、ゴルフ上達の手助けになってくれるゴルフゾーンウェーブ、あなたのスコアアップにぜひご活用ください。